は松本ゆなです。こんにちは、デザイナーの愛子です。私です。はい、ということでね、今日はね、クラネの検討会の様子をちょっと初めて YouTube で回していこうかなと思ってるんですが、ちょっと緊張するよね。初公開だからね。そうなのよ、検討会自体もちょっとお見せしたことがないので、はい、緊張してるんだけど、23SS の商品を今回は紹介していこうと思っております。可愛いよね。可愛いです。 23SS の商品もね、とっても可愛いので、チラ見せしながらちょっと検討会の様子を見せていこうと思うので、ぜひ楽しみにしていてください。ということで早速レッツグーになってます。僕も正直一番右が安っぽく、わかります。私も左2つかなと思いました。じゃあどうしよう、どうしよう、無色にします。じゃあブルーブルーブルーってして、インディゴとブラック。はい、次ユッキー。来ましたか。これ前職皆様初公開。おー、可愛いです。最初黒にしてたけど、ネイビーがいいっていう、あなたたちのなぜなんか、ね、いや、あのネイビーが可愛かった。あ、でもネイビー可愛いよね、はい。で、素材も日本の素材を使用しています。ディテール的には結構スポーティーなブルータイプで作っていて、もともと島っぽい感じもニュアンスが出る素材でいいかなっていう感じ。襟のところには中綿を入れてちょっとふわっとさせてます。じゃあ皆さん、これ買う人女子。はい、はい、ここでいいじゃない、すみません。あ、買わない人がここに2人え、教えて、なんでなんで私はもうちょっと綺麗めの方がいい。カジュアルダウンしすぎちゃうから、普段パンツが多いからすごいカジュアルになっちゃうかな。あ、ふくちゃんは？私も同じです。 SS のスタイルぐらいでもいいかもしれない。とりあえずこれは推しだよね。推しでも必ずできる。これが 3A で着ていただけて、今これが合体パターンで、ここにオープンファスナーがついてるので、これを取って着ていただくとベストとして着ていただけます。でこれだけでもショートジャケットかとして着ていただけるので、すごく幅広い。でも結構しっかりしたアウターやな。私結構かわいい。どのメイも結構かわいい。かわいい。水色はみんなどう思う？チャレンジ水色作ってみたんだけど、なんかアウターにさ、いつもトレンチで SS やったら色作ったりするやん。なんかピンクとかミントとか、これ一応染めたんだよね、このブルーに。で今回結構あのデニムがさ、5本指が登場するから、もうデニムとブルー合わせても可愛いかなみたいな。そう、まあ、あの線の周り的には欲しいけど、売れんのかって言われると、ちょっと色欲しいよね。ちょっと暗いな、ちょっと暗いから。そうですよ、全体的なトーンが、ね、これで色入れたら、これで色入れるかで、うん、こっちでも派手な色とか、なんかしらでは入れたいよな、やっぱり。これが入れやすそうだけどね、正直。で、これが、結構色数作ったんで、これは3色に一番の方がいいかなと思って。まあ、アイボとベージュが近しいね。なんかちょっと近かったよ。あれ何色あげたっけ？4色あげて3色に一番作りたい。これすごいね、軽いのよ。好きなやつ。めっちゃ軽い。絶対買うこれ。どうなんだろう、いつもで言ったらベージュな気もしなくもないけど、この感じで可愛い。黒いです。一押しカラーな気がするから、じゃあこうだ。それが一番しっくりきます。全部欲しい。全部欲しい、全部可愛い。なんか一押しやからちょっと安くしたら、安くしたい。3、4だったら税込み3万円かな。3万4000円でお願いします。梅が着ている、はい、ジップジャケットです。でこれもネットが、この梅が着ているやつが、日本で、オリジナルで作っています。クーラーでファスナーが付いているのはクラネだけだと思います。可愛いよね。これはあれだよ、
あのですね、これは入卒園式用に作っているシリーズになります。なんかこういう感じでちょっとシェイプして切れるの、縛ってもらうと。で、あのここポールが、ポールっていうか空いてるから、ここ入れてもらうと、赤のジャケットで昔やったけど、ほら、なく着れるの。ネイビーいいよね。かっこいいよね、ネイビーね。ちょっと交換しようよ。はいはいはい。でもこの素材もやっぱいいね。似合ってますよ。いいね。しかも着てそう。いいね。かわいくない？めっちゃかわいい。ちまちまが欲しい人。おぉ、パッパッ。2人。3人。3人。ネイビーが欲しい人。おぉ。あれ、ベージュはね、ベージュはね、ベージュは、ベージュが欲しい人。でも相当評判良かったです。でもこれなんか2色いってもいいぐらいベージュも可愛かった。オケーションとかで探してる人は黒だと思うけど、普段使いで探してる人とかだったら全然ベージュとかも可愛いと思う。じゃあちょっと待って決めましょう。行きましょう。じいちゃん。セカンドと合わせたいからセカンドの色展開でやってるんで、ちょっと色はね絞った方がいいと思うんだけど、でこれがブラックデニムです。かわいいよね。でこれがもうブラック、インディゴ、アイボリーの4色展開。暑くなったら手で持たずに肩に、このなんて言えばいいの、これそう、ルエル、そう、こうやって背中に添えます。あとでみんなが似合う色です。これか。はい、アウター終了です。お疲れ様でした。ファスナーで開けて、裾に、スピンドルのゴムがついてるから、どんだけギュッてしても裏にこう出てこない感じ。で、これを全部伸ばしてもらうと普通のストレートパンツとして着てもらえます。この感じで。形はまあ結構クラネでやるようないつも好きな感じの、デコルテのところはちょっと紐がついてて、ちょっと切り込みがあるので、ちょっとこんな感じ。そう、はい、ネイビーぐちゃぐちゃするデザインが入れていない。インナーが似合うように。あ、でも良かったね。別に良いね。可愛いでしょ。同じ色可愛いです。はい、じゃあこれ SS でお願いします。最初みんなが見てたのがこの色ね。最初着てたなんかちょっとパープル見えするやつ。困ったね。そこにも全色。もう全色やっちゃっていいんじゃない？おお。ピンクとオレンジのミックスなんだ。可愛いし。全部可愛いの。困っちゃった。でも削りならブラウンじゃないですか。嘘でしょ。絶対にちょっと可愛いよね。なんかね、可愛くて。なんか多分これ買ったら使わないし。そうそう、これとこれは買うかもしれないんだよね。キャメルがなくなります。梅さん、お疲れ様です。じゃあ、お疲れ様でした。どうでしたか、検討会、ね、今日ちょっといつもより長かったですよね。長かったです。もうちょっと辛くなってるんで、盛りだくさんで、もう本当に全部可愛かったです。私は結構着用で演者で出てたんですけど、シーズン始まる前に検討会で結構もう欲しいアイテムがもういくつかあるので、特にこれとかに全部似合ってましたよ。全部可愛かったです、本当に、はい、皆さんぜひ楽しみにしてほしいです。ありがとうございました。今宮本さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。遅くまでありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか、検討会の。いや長かった長かったけど、やっぱその分ね、可愛かった。白熱の検討会でしたね検討会で、はい、すごい楽しかったです。お疲れ様です。はい、
い、ということで皆さん 23SS の検討会終了してないんですが、終了させていただきます。一旦動画の方は、はい、お疲れ様です。まだね、終わってなくって、今から色決めたり数決めたりね、いろいろまだ長いのでね、はい、そう、夜は長いので、はい、区切らせていただきます、はい、23SS もめちゃめちゃ可愛い商品たくさんあるので、はい、多分ちらっと見えたと思うんだけど、ぜひ楽しみにしていてください。ということで今日はこの辺で、バイバーイ、お疲れ様でした。お疲れ様です。